空手道とは先代から大切に受け継がれてきた格式高い日本の伝統武道ですそれは技術にとどまらず人としてどうありどう生きるべきか己を誠の道へと導いてくれるものです空手道の心と技術を学び向上したいと願う人たちの 手助けとなれば幸いです。 初めて審査を受ける白帯の皆さんまずは正しい形を覚えましょう正しい立ち方正しい姿勢そして正しいコースと位置この三つを覚えてください一人足前下段払い構えてはい中段順突き五回始め拳をきちんと握り 前腕をするよう、まっすぐにつきます。回って。上段、上げ受け、5回。始め額前の手は解消し、構えてから上げ受けで進みます。回って。中段、外受け、5回。始め肩の高さに準備します。低くならないように注意。回って。 下段払い、5回、始め肘が伸びきる瞬間、前に入る気持ちで受けます。はい、回って、はい、後屈指頭を受け、5回、始め引き手は溝ち前で構え、耳から大きく受けます。はい、回って、はい、前蹴り、はい、5回、始め 手は横に広げて構え、しっかりと腰を正面に向けて蹴りましょう。回って。はい、直れ。九八九の移動基本を後ろから見ていきましょう。左足前下段払い、構えて。はい。中段順突き、五回。始め。 回って上段上げ受け5回始め回って中段外受け5回始め回って下段払い5回始め

九八九の移動基本を横から見ていきましょう。左足前がダンバい。構えて。はい。中段順付き三回。始め。はい。回って。はい。上段上げ受け三回。始め。はい。回って。はい。中段外受け三回。始め。 3回始め、はい、回ってはい口屈指頭け、3回始め、はい、回ってはい前蹴り3回、はい、三回。 平安手段の注意すべき点は腰の向きです攻撃するときは正面受けるときは半身この区別をしっかりつけてください平安しまず特徴的な第四挙動最初は大きさを出すため立った状態から大きく打ちつけます慣れてきたら 八急挙動は連続して行いましょう。下段払いと順月の位置もしっかり特別し。受け技は半身、突き技は正面に腰を向けます。十六、十七挙動も連続して行えるようにしましょう。首都受けは耳の横から大きく受けます。 手段を後ろから見てみましょう。 平安初段を横から見てみましょう。 陽挙動では下半身の鍛錬のために頭の高さを変えない稽古もしましょう白帯の5本組手は基本で覚えた正しい立ち方正しい姿勢正しい技のコースを相手を置いても運用できるようにしてください。 受け側は基本通り正確なコースで受けます、はい、攻撃側は正確に目標を狙って突きます 受け側は相手の手首を自分の手首で受けます、はい、攻撃側は前かがみにならないよう姿勢を正しく、はい 五本組手を後ろから見てみましょう相手にまっすぐぶつかるよう心がけましょう七球へのレベルアップのため白帯の時から意識してくださいこのように左右に蛇行しないよう相手を置いても正しい立ち方ができるように心がけましょう 白帯の皆さん白帯の時に覚えた正しい形をきちんと体で表現できるようにしてください左足前下段払い構えてはい中段順突き5回始め腰は上下動しないようにまっすぐに力を伝えますはい下がって上段上げ受け5回 始め更新するときは頭から下がる気持ちで半身で受けます相手の突きを弾き飛ばすイメージで肩を大きく使いましょう、はい、下がって腰骨から受け手の甲は上向きで用意をします。 膝をを揃え、両足のかかとを一直線上に置きます。蹴り足は、指示足の膝より上を通過するよう、抱え足を取ります。はい、回って、て、はい、牙立ち構えて、はい、横を蹴上げ、 3回、始め正しいキバ立ちになり顔は蹴る方向を見ます、はい、回って、頭の高さ腰の向きを変えないよう移動しキバ立ちに戻ります。 7級の移動基本を後ろから見ていきましょう左足早けだん払い構えて、はい、中段順突き5回始め、はい、下がって上段上げ受け5回始め 中段外受け5回、始めはじ、い、め下がって中段内受け5回、始めはじ、い、め後しと受け5回、はじめ 回って前蹴り5回始め回ってきばだち構えて横蹴上げ3回始め回って 集め。はい。回って。はい。直れ。七球の移動基本を横から見ていきましょう。左足前下段払い構えて。はい。中段順付き三回。 下がって上段上げ受け3回始め中段外受け3回始め下がって中段内受け3回始め後屈下都受け3回始め 回ってはい前蹴りはい三回はめはい回ってはい牙立ち構えてはい横蹴上げ二回 の注意すべき点は後屈立ちの下半身の使い方あとは逆半身白帯の時の半身正面とは違った下半身の使い方が出てきますよく稽古してください無駄なコースを通らないよう最短距離で受けます蹴りと裏剣を同時に 16挙動目は前足を横にスライドさせ狭い前屈立ちで逆半身前蹴りはしっかり引き足を取り額前で構えたら素早く上げ受けに入るようにしましょう。はい 平安二段を後ろから見ていきましょう。 平安2段を横から見ていきましょう。 黄色帯の5本組手では、白帯の時に覚えた正しい形をまっすぐ相手にぶつけられるように意識してください。膝が割れてしまわないように、自分の移動の方向と技の方向がきちんと一致するように運速を正しく意識して行ってください。 帯です、えー。正しい形を表現できるようになったら次は力強さを加えるようにしていきましょう、えー、連続技が出てきますが、えー、急がず一つ一つ力が出せるように意識していきましょう左足い、い。構えて。はい、中段順突き5回始め引き手につられ。 腰が横を向かないよう、後ろ足で床を押さえます。はい下がって、上段上げ受け逆突き、5回、始め素早く手を入れ替え、きちんと引き手の位置から受けます。肩を大きく動かしましょう。はい中段外受け逆突き、5回、始め受け手は素早く耳の横へ準備します。 用意が遅いと受けが小さく弱くなります、はい、下がって中段打ち受け5回はめ受け手の肘は立て引き手の外側を通し受けるようにします、はい、後屈手頭受け5回はめ伸ばした手を強く引き上から叩き落とすように受けます、はい、回って 前蹴り、はい、５回、始め。足首を締め、腰を突き刺すように蹴ります。武器が上を向かないように注意。はい、回って、はい、牙立ち構えて、はい、横を蹴上げ、３回、始め。蹴り足は指示足の膝の裏を通って抱えます。はい、回って。 め。抱え足はつま先の向きを変えないように膝を蹴る方向へ向けます回って横けこみ回はじめけこみの抱え足の膝は前蹴りの抱え足と同じ方向です回ってはじめ蹴上げの抱え足と区別してください 回ってはい直れ左足もやげ段払い構えてはい中段順突き5回始め 下がって上段上げ受け逆付き5回始め。はい。中段外受け逆付き5回始め。はい。下がって中段内受け5回。 始めはい「硬屈指導受け」5回始めはい回って、はい、前蹴り、はい、5回始め 回って。はい。きまだち構えて。はい。横蹴上げ三回。はじめ。はい。回って。はい。はじめ。はい。回って。はい。横蹴込み。三回。 左足も上げ段払い構えてはい中段順突き三回始めはい下がって上段上げ受け逆突き三回始めはい中段外受け逆突き三回始め、はい 下がって中段打ち受け三回始め。はい。後屈しと受け三回始め。はい。はい、回って。はい。前蹴り。はい。三回始め。はい。回って。はい。牙立ち構えて。

段三段は、一区道ずつ、立ち方が変わります。その都度、正しい立ち方で、終われるようにしてください。気晴らしが多いので、下半身の強化にもなります。回数をこなしてください。肩前、腰骨から、中段、下段を連続して、受け替えます。後屈。 前屈、際立ち、前屈と立ち方が変化します。膝を高く買い込み、側頭部分で踏みつける気持ちで際立ちになります。肘を動かさないように裏剣、縦手と伸びたら、すぐに順付き。